明けましておめでとうございます。2022年1月1日今年が始まりました。私も今から早くご飯を作りたいと思います。今日は毎年この辺にお雑煮を入れまして、あとは昨日ここにローストビーフを焼いたのでちょっと乗せていきたいと思います。あとは、よいしょ、買ったおせち料理を並べたりとかですね。あとはこの辺にお赤飯を今炊いてるのでお赤飯を入れたりとか、あとはカニを3つさばきました。はい、この辺を並べていきたいと思います。あとはここにお刺身も持っていきたいと思います。ちょっとわさびもすっていきたいと思います。はい、こんな感じです。今年もですね、お料理とかですね、美容のこととかファッションのこととか、いろんなことにちょっと挑戦していきたいなと思っていますので、どうぞ、今年もたきまきチャンネルをよろしくお願いします。それから皆さんにとりまして今年1年が、どうか素晴らしい1年になりますように、というわけで今年もよろしくお願いします。すごいね、あなた。ローストビーフも作ったの？作った。焼いただけ。うん